お三には赤子がいなければならない。彼らは待った。時間は腹立たしいほど父として進み、十三人の若侍たちは眠さと倦怠のために苦しめられた。何しろ月見の宴で、いい気持ちに酔っていたところである。中にはもう寝ていたものもあるので、 そこは誰しも無理とは思わないだろう。が、およそ一時と思われる頃、ついに非常口の戸がぎーっときしり、誰かが中へ入ってきた。昼夜め、三之丞は持っていた眼瞳提灯を振り、その光をさっとそちらへ向けた。一振り振ったのは部下への合図であり。 光を差し向けたのは、相手の目を眩しくさせ、ヘルモドさせようという計略であった。みんな、それ、と気負いだったが、入ってきたのは土井康之助であった。つまり、昼夜の後をつけていった男である。三之丞は舌打ちをした。ああ、びっくりした。 あなたですか安之助はこう言って自分の胸を撫でた。あれはどうした戻っては来ないのかいや来ます。もう来るでしょうが、水はないでしょうか水とは何だ喉が乾いているんですよ。安之助は自分の喉を指さして見せた。 走ってきたもんですからねむやみに走ったんですあれはどこへ行ったんだちゃんと行く先は突き止めたのかもちろんですよでなくってああ来たようです安之助はちょっと耳を傾けでは私はとにかく水を一口そして やぶの中の坂道を登って去った。三之条は部下に合図をした。今度こそみんな緊張し、暗がりの中でそれぞれに刀を抜いた。おそらく動機が激しくなったことだろう。そして再び戸がきしり、静かに中夜が入ってきた。それが中夜である証拠には、 入ってくるなり、まだ三の城が岩動の火を向けもしないのに、自分から次のように声をかけたのであった。静かにしろ。騒ぐとお家の大事になるぞ。みんな、あっと思ったろう。三之丞は確かにあっと思った。そして、しかし、ともかくも岩動の火をそっちへ差し向けた。 何をする火を消せ。中夜は低い声で鋭く叫んだ。お家の肘が漏れていいのか。三之丞は眼洞の火を消した。全く反射的な動作で、ほとんど無意識にそうしたのだが、中夜の言葉は暗示に富んでいたし、また それだけの圧力を持っていたのである。火を消す前に三之丞は相手が何か包んだものを抱いているのを見たが、昼夜の方では左右にいる人数を見たらしい。そこらにいるものをあっちへやれ。全然命令口調で言って、つかつかと三之丞の前へ歩み寄った。 板倉さんですね。失礼ですが、いけません。あなただけ残って、彼らを去らせてください。すぐにです。勝敗は、すでに決した形である。三之丞は、若侍たちを解放した。中夜は、おそらく微笑したであろう。暗くてよくわからないが、それと思わしい声で、 はざけるように言った私をつけるなら人を選ばなくてはだめですよ。土井などというぼんくらではね、長く待たせてすまなかったですね。好きなことを言え、今夜はお前も花っ柱を折らなければならんぞ。そうでしょうか。中夜は今度はあからさまに含み笑いをした。 菅の中也が花っ柱を折る。へえ、そいつは見たいもんですね。待て、どこへ行くんだつけてきたらいいでしょう。ただし土井のように下手でなくね。あいつは底抜けのボンクラです。バカなやつですよ。待てというのだ。またのか。どうするんです まだ何か用があるんですか問いただすことがある。参れ。そんな暇はありません。私には大事な用があるんですから。黙れ。辞席画廊の命令だ。そして、五分家のじいさんも待っているというわけですか。中夜は冷笑した。だが、およしなさい。 下手に手にを出さない方がいい。が伊藤さんにもご一党の皆さんにもそう言ってもらいましょうどうかおとなしく黙って見ているように戦場なことを申すな我々の腹は決まっているんだ一緒に来るか来ないか参れませんな中也がそう言った時。 抱えている包みの中で、弱々しい赤子の鳴き声が起こった。三之丞は仰天したらしい。後ろへ二歩下がって、こっちを透かし見て、それが紛れもなく赤子の鳴き声だと分かって、戸惑いをしたように妙な声を出した。そ、それは、それは何者だ お世継ぎですよ。何何と言ったお部屋様のお産みになるお世継ぎだというのです。中夜は長老するように言った。急ぐわけが分かったでしょう。夜明け前にご出産ですからね。それまでに産所へお連れしなければなりません。赤子のいないお産ということは不穏当ですからね。 そこをどいてください。そして、あっけに取られている三の城を残して、彼は静かに道を登っていった。江戸市中での狼騒ぎ。江戸は芝の海辺に芝浜と呼ばれる地域がある。もちろん俗称であるが、正確に どこからどこまでと区切ったものではないらしい。ごく大雑把なところ、新鮮座の西から大木戸車町あたりまでなら、呼びたければ好きなところを芝浜と呼んで差し障りはなかったようである。大吉田七十万石の領主、松坂出雲守の中屋敷は、新鮮座の東の海岸にあるが、記録には、 やはり芝浜となっている。周りには森越中の神とか大久保加賀の神などの屋敷があり、海沿いの西隣は紀州家の下屋敷になっていた。晩秋十月、今年の冬は寒いぞなど、いわゆる古老と言われる一部人士の宣伝通り、四五日前から 無情なほど寒い北風が吹き通し、今日はそれが落ちたと思うとひどくいてて、午後になっても日陰では霜が溶けない。霜月にもならないのに、大寒のような気候であったが、午後三時ごろであろう。芝新明の片門前町で、市中には珍しい大騒動が展開していた。 それ、こっちへ来るぞ。逃げろ逃げろ。子供を家へ入れろ。ガヤガヤガヤ。子供を家へ入れろ。閉じまりをしろ。ガヤガヤガヤ。子供が危ないぞ。みんな閉じまりを。取りまけ。輪を作れ。そっちを塞げ。大丈夫だぞ。大丈夫。みんな聞け。 今、多門院の王将さんが、長伏のごまをあげてるぞ。安心しろ。もうこっちのものだ。それ来た来た来た逃げろーわーわー、キャーキャー、ガヤガヤ。総体として、各人の主観が雑音となって、どれがどの人とも判別はつかない。人数のほども、 何百人か何千人かわからない。ともかくも相当以上の大人数があるいは密集し、あるいは錯乱し、横丁から通りへなだれを打ち、揉み返し押し返し、右往左往に騒ぎ立てている。前列には屈強の男たちが鉢巻きしりはしょりで、 それぞれが各種の獲物を持って、血相を変え、意気込み、悲壮に歯を食いしばって、身振り手振りよろしく、縦横に活動していた。一体この騒動は何事であるか。狼が出たのである。仮にも将軍家お膝元の江戸市中に、 素晴らしく大きな狼が現れたのだ。この評判は実は夏からのことで、赤坂から京橋、本所から深川と次々に騒ぎが移動し、今度はこの芝へと現れた。まだ人間には被害はないが、犬を食われた、猫を取られた、鳥をやられたなど、 安心のならない情報は少なくなかった。政府というものは、いつの世でも似たり寄ったりで、ことが租税とか禁令に関するとき以外は、決してジタバタしたり、真面目に対策を講じたりはしない。そこが政府の政府たるゆえんで、また尊厳の損するところらしい。このときも、 幕府当局は辛抱強く耳を塞いでいたそれからあまりに騒ぎが長引くので人民どもに対し次のような教書を発令した近時市中に狼が出没するなど無根の説を流フする者あるやに聞くがこれは人心か乱を意図する一部不定のとの策謀と認める 文明開発せる大江戸に、狼の出現するがごとき理由はいささかも損せず、今後かかる言を口にせし者どもは、国宝に照らして厳重に罰せらるべし。ちなみに、この際、租税の延滞せる向きは、早急に納入すべきことを減達するわけである。だが、 その教書にもかかわらず、今その狼はそこにいる。そして彼は朝から追い回されたがためにすっかり疲労し、やけくそというよりはいくらか迷惑そうな途方に暮れたような姿に見える。もちろんそれは狼のことで背筋の毛を逆立て牙を剥き出し、 すごいような身構えで、どの野郎から食べてやろうか、とでも言うように、あたりを睨み、隙があると、ひらりと身を踊らせるが、獣医を破って、遠く避難するだけの体力はないらしい。大丈夫だ。丈夫が効いてきた。よしよし、逃げ口を塞いで、そっちへ。いや、 そこへ寄るな。塞いでじっとしてろ。今、鉄砲で撃つ。鉄砲だ、鉄砲だ。みんな気をつけろ。こういう声がして、どこか近くの武家屋敷のものだろう。足軽を三人ばかり連れた侍が群衆を割って全面へ出てきた。その時である。村狩り。 ひしめく人が気をつきくずして、一人の旅装の娘が真ん中へ飛び出し、ああ、シロウ、シロと叫びながら、九段の教授へ飛びかかった。するとである。その娘の声を聞き、その娘の姿を見るとである。かの凶悪なる狼は、 急に耳を伏せ、おを垂れ、獅子を縮めて、まるで飼い犬がその主人に甘えるかのように、クーンと哀れな声を上げながらすり寄ったではないか。彼女は炭焼きゴンノ城の孫娘、おまき。狼は実にあのうだったのである。 待ってください皆さん待ってください。旅装のおまきはオオカミを片手で抱えて群衆を見回しながら叫んだ。このオオカミは人間には決して悪さはしません。どうか殺すのは堪忍してやってください。人々はあっけに取られ刺し物騒動が一瞬しんとなった。 彼らにとって眼前の出来事はあり得るべからざることだ。気の早い人間はこれは何かヤシのようなものであって、娘は今にハイタの薬か何か売り始めるに違いない、と思ったくらいであった。だがすでに鉄砲を抱えた武士はさすが知性が高いだけあって、 そんなつまらないような誤解は決してしない。彼の銃はすでに玉米がしてあるし、ひなわは煙を上げている。なかんく狼を狙ったその身構えの素晴らしさ。群衆の先望と三端の目を集中したそれが死流楓伝の身構えをしたとあってみれば、総合的に 名誉と名門からして、断じて中止できるものではない。その娘、そこをどけ。武士は弦としてこう叫んだ。天下のお膝元において、秩序を乱り、人心を動乱させたるところの十類。この後に及んで命乞いは相なわん。どかぬと十類ものとも、 その方も銃撃するであろうぞ。そうだ、天下のお膝元だ、やっちまえ。群衆は刺激を好む。そして常に英雄を求め、英雄の行う残虐行為に加担することを喜ぶ。やっちまえ、ぶち殺せ、娘も仲間だ。わーわーとどよめきたって。 待ってください。お願いです。おまきは両手を上げて絶叫した。この狼は私が故郷で可愛がっていたのです。これを見てください。私に抱かれておとなしくしているこの姿を見てください。おまきの目から涙がこぼれ落ちた。それでも、 お膝元の皆さんを騒がせた罪で、どうしても助けてもらえないのなら諦めます。その代わり、この世の別れに、弁当の残りを食べさせてやりますから、それまで待っていてください。ふざけるな。ウツボザルの真似でウツボオオカミか。よせやい。やっちまえ、やっちまえ。想像し。 黙れ。鉄砲の侍が号令をかけた。その娘、願いの義は許してやる。ただし手間取ってはならぬ。早くいたせ。ありがとうございます。と言っておまきは背中の風呂敷包みを解き、中から竹の皮に包んだ握り飯を出して資料にあった。 シロは飢えている。さもなければ、こんな連中に取り巻かれて逃げられないわけがない。おまきはこう見て取ったのだ。シロは口からよだれを垂らしながら、ガツガツむさぼりくった。お前、若さんの後をつけてきたんだね。そうだね、シロおまきはこうささやいた。 私も若さんに会いたいんだから、いいかい食べ終わったらうまく逃げて。そして私に若さんの居所を知らせに来ておくれ。私はこれから紀州様のお下屋敷へ行くんだから。でも、こんなことを言ってもわからないだろうね。わからなければいいのよ。ただ逃げるだけはうまく逃げておくれ。 さあ、もっとお食べ。四郎は大きな握り飯を三つきれいに食べた。しかし次に起こった出来事は食べたものの効果ではなく、おまきによって四郎の体内に勇気と力がよみがえったからであるらしい。彼は半化な死骸を放浪するうちに神経をすり減らし、 感覚を痛められて、すっかり野生の本能が萎縮していた。それが、おまきの姿、おまきの声、おまきの愛部によって、故郷の山々を思い出し、森のささやき、谷川のせせらぎ、土の匂い、つまり彼を産み、彼を育てた自然の息吹が、 突然と彼の中によみ蘇り、野生の本能を激しく書き立てたものと思える。おまきにはその変化が分かった。そこで彼女は、シロの背を一つ叩き、故郷の山でやっているように、シロ書か,かれと激励の言葉を叫んだ。狼は素晴らしい跳躍をした。 そして群衆は共感悲鳴の怒涛となって散乱したが、どんな風であったかは説明するまでもあるまい。単直に言えば、群衆がさっと崩れたってできた空間を、その狼は肺褐色の一線を引いて消え去った。それと同時に、その群衆の怒涛に巻き込まれたおまきは、 誰かの手で腕をつかまれ。危ない。早く逃げるんだ。こういう声と共に、激しい力で脇の方へ拉致さられた。